まあ、あのー、一つには岐阜の蔵がとても老朽化していたということでここで回収するには大きなお金がかかるし、まあ、それだけの、えー、投資をしてこう何ていうのかね効率よく回収できるのかっていうのは疑問だったということと、まあ、あとはその仕込み、まあ、設備は古いのもありますけども、えー、仕込みの時に、まあ、蒸しまを冷却する作業等が えー、だんだんこう毎年毎年あったかくなってきまして、えー、なかなかこうやりにくくなってきたというのが2つ目、はいお,まあ、お米は蒸したお米をお、まあ、90度以上あるお米を、えー、そのもろみタンクに投入するまでに、まあ、10度以下ぐらいに冷まさなきゃいけないんですけども、えーまあ、外気温以上には冷めないので外気温が高いとそこでもう 冷却はストップしてしまうということ。で、それを防ぐために、まああの関東からあっちの方の、えー、お蔵さんというのは、ある程度設備のあるお蔵さんは、えー、製氷機大きな製氷機なんかを導入して、まあ一回に三百キロとか二百、えー、キロとかいう氷そういう単位で氷を投入されることもあります。な僕らの仕込みでいうと、まあ何十キロ単位ではありますが。 まあ、それでも、あの、そういうものを用意する手間とコストがかかってくるということです。実感は、あの、十分ありましたね。やっぱり、あの、特に暑い年に来たお米とかは、あの、まあ、ちょっとなんちゅうか、非常に <laughs> やりにくい。お米も来たことも何度かあります。うん。 えー、ここで使っているのは東川町で作った北雫と水星あと七つ星というお米です。えー、北に関してはもう4年前からやってますので大体いい見当がついているのでまあ水星は今年初めて使ったので、えー、特徴を語れるほど <laughs> あの習熟してはいませんが。 まああのー、本州にいる時から北海道の酒米についてはいろんな倉本さんそれからいろんな当時さんといろいろお話をしてきたので、まあ、彗星はこんなもんだろうなという大体の予測は立ってたんですけどまあまあやってみるとそれ以上にこうのが印象ですね、はい、彗星に関してはねあのそもそもあの味が出にくいお米だというのはあのずっと聞いてたんですけどね。 いや本当に出ないんだなっていう <laughs> やってみて思いましたね。だそれをその水性の味を引き出すのに今後どういったことをしていいのかっていうのはまた来季の課題ですあの。北海道で指定品種になってますのでいわゆるう例外に強いタイプであると思います。えー、農家さんとは、まあ、基本的なところはお話をします。あのまあ、肥料は少なめにであるとか あの割と青がりした方がいいとか一般的な酒米の常識的なことはお話はしますけど、まあ、最終的にあの、ね、作業されるのは農家さんなので餅、えー、は餅屋ですからあの僕らがどうのこうの言うよりも農家さんがやられて、えー、まあ間違いないものを今年もいただきましたので、まあ、それをどうやって僕たちがお酒にするかというのが話なので。農家に特に特 低タンパクにしてくれとかなんだかんだは言わないですね。はい。えー、まあ五六年前、五年前六年前に、えー、メキシコへ行ってその新しい蔵の立ち上げをちょっと手伝わせていただいたんですね。で、まあ最初の年で、えー、そのメキシコ人とお酒を作ると、まあ技術を。 教えるということをやったんですけど2年1年2回でねでその時にできたお酒っていうのは非常に評判が良くてえー、で水はねものすごい違うんですよ、えー、岐阜のお水岐阜の蔵の水は高度8という超軟水なんですよねでおそらく広島辺りは30とかそれでも超軟水なんですよやっぱり。で 硬いのでもナダあたりで120というのが大体日本で一番硬いクラスのお水で。メキシコの水は230ありましてですね、スーパー硬いんですよ。あのだからまあコントレックスという飲み物があります水がね、あれがそのぐらいの高度ですね。であれ飲むとなんかこの辺がちょっと意外がとするというか、そんなお水でお酒を作れと。 言われまして、まあ、それでもなんとなくねこう道桜テイストみたいなものができてで東京でもこうお披露目をやったんですけどまあ各各というか日本酒業界の自由賃がだらっときましてすすごい評判良かったんですよねこれだったらもう日本国内だったらどこでもできるよねっていう気になりましてそれでちょっと移動しようかなと。でまあ、あのお水 っていうのは確かに非常に重要な要素ではあるんですが、えー、それは十分条件であって必要条件でではないですよ、ね、ありゃいいありゃいいよねっていう、えー、あったら楽だよねっていう条件なので,で日本全国いろんなとこでいろんな方があの条件の悪いとこでもいいお酒作ってらっしゃる方たくさんいますから、まあ、それはあとは、ね、やる気と技術かなという気はします。 東川町というのはまあ役場の,あの反応速度が速いということと、えー、それから、まあ、農協の方の反応速度も速いということで話がすごくスムースに進むんですね、えー、こんなことを考えてるんだけどどうしようかっていうとそれに対しての答えが速いというのが一つですね。あとはやっぱり ここあの米作米作地帯なんですけどこれだけの広さの田んぼが町内全域にあってそこに全部こう水争いもなく水を張れるっていうのはすごいことですよねそれだけ水量が豊かであるとまあ米と水があればまああとは酒なので、えー、まあその辺でちょうどうまくいくかなという感じです。東川町のの方々の反応は大変いい ありがたいいいことに大変いいですでそもそも北海道の方って結構郷土愛が強い方が多いので、えー、その辺も非常にこうプラスになっているかなと。うん、で期待はやっぱりすごいですねあの、まあ、農協米作ってる方たちとか、まあ、役場の方たちとかそれから一般のこう消費者の方たちの期待度の高さっていうのはもう本当にすごいです。 北海道自体も多分温暖化はしてると思うんですよあのそもそも北海道って米作の適地がなかったところが今米作のね全国2位の産地になってるわけですからだからこれがあとまあ100年続くのかその気候変動のスパンがどのくらいかっていう話ですけども、まあ、ここ僕は少なくとも僕が生きてる間それから次の代ぐらいまでは北海道の気候ってそこまであったくならないと思うので。 まあ、しばらくは持つかなとでこれから、まあ、作付けも増えてきますしで今あの山田錦という、まあ、兵庫県とか本州のお酒造工的米ですけれどもそれを北海道で、えー、生産しようプロジェクトっていうのが今も五5年目になってましてでそこでまあ,あのこの間もお話を聞きましたけど植物の適,適応力のすごさっていうのをね 教えていたただきましたで山田錦っていうのはもうそもそもすすごい晩成奥,手奥手の米なんですねだから本州でも10月の10日ぐらいじゃないとり入れにならない品種で、えー、それは岐阜の中津川で私も作ったことありますけどもやっぱり山間地ではできないある程度こう日照時間の確保されたところしかできない品種なんですね。 それを北海道に持ってきて、えー、毎年毎年作ってる方がいらっしゃってもちろんその酒造公的米としての認定は取れませんがその作って最初本当にちょっとしかでできないでしょ <laughs> あのほとんどがもみが入らないなんだけどその入ったもみのやつを次の年に作ってっていうのを今5年間やってらっしゃって。 で来年はそのもうちょっと作付けを大きくして、えー、北海道全域の倉本さんに、えー、試験醸造を依頼するという格好まで今来てるらしいですけどもそうすると本州の山田錦とは違って竹がだんだん低くなってくるというんですね。あの缶がだんだん短くなってきて缶がだんだん太くなってきてっていうそういう変化はその植物自体が適応していってで,できてくるらしいと。 で、それの D. N. A. 鑑定をすると、間違いなく山田一識なんですよ。同じ D. N. A. なんだけれども、そういう形状の変化っていうのは。やっぱり植物は自分でやっていると。いうことですごいなという、お話はこの間伺いましたね。うん、そういう面で言っても、まあ。その何年かやっていれば、その土地に適応した。ものが出てくるんでしょうねっていう。感じはありますし。まあ、ここ、あと、まあ、ね、百年単位とか。 そういうスパンでいけばそんなに変わることはないのかなと北海道自体はね、うん。まあ北海道でもね今いろんな農作物、本州でしかできなかった農作物が今いっぱいできてますから、まあ、全体には暖くなってるんだとは思います。アドバイスをするほどの偉い方じゃないですけどあのまあやっぱりその。 今本州の特に半分向こうの半分っていうのはその豪雨があったり台風があったりいろいろ大変ではあると思いますがただ酒蔵ってそうそうね簡単にこう動けるものでもないしだからもうそこの場所に適応してやっていくしかしょうがないのでえ例えばその大規模な設備を導入できない蔵っていうのはどんどんもう閉めていくでしょう。 で、締めていって、その閉めた酒蔵の免許を誰かが、まあ。企業買収という形で購入されて、他のか。ところでやるっていうことも増えていくでしょうし。まあ、そうなった場合、北海道っていうのは。非常にいい、一つの選択肢であるとは思いますね。うん、まあ、気候がいいというのと。えー、そもそも人口に対しての蔵数が少ない。で、北海道全体で消費される、いわゆる日本酒。の。 同、えー、産種、うんまあ、北海道産のお酒の割合って今2割ないんですよ。ということは8割は本州から日本酒が入ってきて皆さんそれをたしなんでおられるということでその,2割,の2割まで届くまた2割公務にするというだけでもうおそらく全蔵が総動員でやっても間に合わないと思うんですよね。ままだまだこう 地元からお酒の消費っていうのはあの伸びていくはずなのでその8割入ってきてるやつをね7割にする6割にするって言ったらものすごい数になると思いますね。育成というところで言うと今あの上川大雪酒造さんがあ、まあ、学校と提携してね、えー、今年からあ去年から帯広畜産大学で、えー、蔵を作ってます。だから今年は函館 でも作られるし来年はおそらく北見工大とかで提携してやられると思うんでそういうところで道内でその酒造業に携わる人員を育成していくっていうのはすばらしい試みをしてらっしゃるなと僕は思ってますけどね、まあ。公設民営っていうのは非常にハードルの高い作業ですんでえー それができるというのは、あまりあんまり想像はできないですね。ただ、その自費でねえ、国からの補助金などを活用して企業単体として出てくるというのは十分ありだと思いますね。で、北海道、これだけ大きなところで、蔵が15しかないんですよね。だから、もっとその磁場磁場にこう密着した。酒蔵さん、その器用は大きくなくていいので。 あのうちぐらい小さい規模でもいいですからそれがたくさん増えていくとなかなか面白いことになるとは思いますね。まあ、あの移転の決断ということについてはあのうちはたまたまそ,の、ね、そんなに大きい規模でもなく、えーまあ、借金だけはあるけど、えー、機会もそんなになく移りやすい規模 でほ他の酒蔵さんねあの悩んでる方たくさんいらっしゃるんですよやっぱり設備の問題等々、えー、まあだからそれは地元でね悩んでるんだったら一層のこと引っ越しちゃえばみたいなあの気持ちはありますけどそう経験とできるものでもないのでまあ頑張ってねとしか言いようがない。<laughs> どうしてもほら、ね、酒蔵って本当に地域と密着してるものなのでその地域でね、まあ、うちなんか百何十年しかないけどやっぱり200年300年400年そこでやってらっしゃる方っていうのはなかなかそのもういろんなつながりもあるし、まあ、軽々しく動こうとかはあまり思えないんじゃないかな思ってほしいですけどね。